もしもし。はい。はい、テレフォン人生相談です。はい、よろしくお願いします。最初に年齢を教えてください。56歳です。56歳。結婚してます？はい。奥さん何歳ですか？53です。53歳。お子さんは？はい、男の子が一人です。何歳ですか？24です。今、そうすると3人で暮らしてるの？いや、子供はちょっと離れたところに自立して、それと母親が同居してるんですけど、お母さん何歳？82です。82歳。はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？はい、私の母親のおじにあたる方がですね、はい、8ヶ月ぐらい前に亡くなったんですが、はい、奥さんが6年ぐらい前に亡くなられて、独居で子供もいないんですね。はい。それで、相続が発生したということで、はい。私の母親のいとこから連絡が来たんです。はい。相続人になったということで。はい。お母さんが相続になったということですね。そうです。はい。それで、戸籍謄本ですか、を送ってくれということで、はい、私がまあ代わりに送ったんですが、はい。その後全然連絡がなかったんですね。はい。それで、1週間ほどぐらい前に、封書で連絡が来まして、はい。遺産相続人の、その名簿に、はい、と、遺産協議のその下という承諾書2通が来たんですね。はい。それに印鑑証明とそこに実印を押して出してくれと来たんです。はい。で、その承諾書っていうのが遺産協議の結果、母親のいとこにあたる方が、まあ全部相続することに同意するというような内容の承諾書だったんですね。はい。全員で協議した結果ということで書いてあったんです。はい。で、まあ私もそうなんですけど、私の母親も、母親の兄弟、あと3人いるんですが、はい、誰も協議してないんですね。はい、参加してないんです、はい。で、どのぐらい相続財産があって、まあマイナスの財産かもしれないし、プラスの財産かもしれないんですが、はい、その内容も何もないんですね。はい、それで、まあ私もおじさんから聞いたんですけど、向こうが言うには、はい、まあ相続財産なんて大してないんだと。はい、だから、はっきり放棄って言わないんですけど、はい、まあ自分が本家なんで、葬式とかそれ全部やったから、はい、自分が相続するというようなことを言ったらしいんですね。はい、で、三協議だっていう承諾書とか、その相続人名簿と、どこにハンコついて、戸籍証本つけてね、出してくれって言われたんです。うん、はい、で、地方書士の名前も何もないもんで、はい、こちらも何も調べようがないんですよね。はいはいはい。それでもう最初に連絡受けてから3ヶ月ぐらいもう経ってるもんで、はい、私どもマイナスの財産だったらもちろん、まあ、相続したくはないんですけど、はい、私の、まあ、から見ておじおばに言わせると、はい、子供もいなくて財産はかなりあったはずだというようなことを言うんですよ、はい、でおじおばも納得がいかないから、その承諾書は自分たちも出さないからちょっとほっといてどういうふうに出てくるかちょっと様子見たいって言われたんですけど、はい、もう3ヶ月経ってるもんで、こちらも誰にも相談できないし、はい、どうした方がいいかなと思って、まあ母親は寝たきりなんですけど、意思の疎通ぐらいはできるんです。ああ、そうですか。ただ寝たきりなもんで動いてどうのこうのってできないもんで、はい、私が代わりに全部しなきゃならないんですけど、はい、法的にどうしたらいいのかな、その辺がちょっとわからなかったもんで、ああ、そうですか。電話してみたんですが。その、いとこはですね、が葬式その他すべて自分がやったっていうのは、それは事実なんですか？その亡くなったところの役所の方から多分そちらの方に連絡行って埋葬とかそういう いろんな手続きはしたんだと思います。いろんな手続きはしただと思います。要するに納骨から始まって一切いろんなそういう手続き、その、まあ、そのいとこの方でやったんだと思います。とこのいとこは一応その亡くなられたおじさんとある程度の関係を持ちながら生活をしていたというふうに考えていいんですね。いや、全然ないです。平成になってから一回も会ってないそうです。おじさんとそのあなたの、そうです。私の母親の妹と弟は、うん、逆に家が近かったので、2、3年に一度は会ってたみたいです。それで、その、はい、おじおばに言わせると、いとこが言ってるのは、まあ嘘じゃないかと。うん、自分たちが見てきた感じだはそんな感じではないというような感じでしたけど。お母さんは3人兄弟なんだけれども、いや全部で7人なんですけど、亡くなってるのが3人いて存命なのが4人なんです。4人ですね。そうすると、はい、そのお母さん以外に3人いるということですね。そうです、そうです。 そこには何の連絡もなくて、いや全部行ってるそうです。あ、そうですか、はい。そうすると、お葬式その他いろんな手続きはお母さんの方にも連絡はなかったわけ？ないです。ただ近くにいる妹には連絡があって、
妹の方で手続きはしなかったと思うんですが、はい、母親のいとこ、今連絡来たいとこいますよね、はいはい、そのいとこの方に連絡を取ったんだと思うんです、本家ということで。あ、本家という感じのところの長男なんですか、このいとこ。そうです、いとこ。そうです、うん、そしていとこにしてみるとその長男としての役割をいろいろ果たしたと。そうですね、そういうことだと思います。そういう意識ですね。ただ、はい、そのあなたたちから見ると本家の長男ではあるけれども別にいろんな財産があって、はい、むしろ本家だから財産はまだあるでしょうから、それを全部、まあ、書類を送ってきて実印を下ろしてこっちに送れというのはちょっと筋が違うじゃないかということですね。そうですね、まあ、要するに内訳も何もないですし、視察も何も知らないですし、とにかく何もわからないんですよね。要するにいろんな経緯が説明されたり、みんなが加わって話し合ったんではなく、ないということですね。ないそうです。はい。で、いきなり遅れてきたと。はい、わかりました。はい、今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしてるんで、伺ってみようと思います、はいはい。はい、お願いします。もしもし？もしもし。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。はい。まあ、比較的よくあることかもしれませんね。あ、そうですか。まあ、相続人亡くして、まあ、今は結構高齢まで生きてらっしゃるのでね、亡くなった時に相続人になる人たちももう結構高齢になってしまっててですよね。はい、まあ、おっしゃる通りね、本家の長男ですか？はい。その方のなさってるやり方はちょっと乱暴な気がしますよね。そうですね。一回しか連絡がないんですよ。一回っていうか、それも書面で亡くなったから戸籍謄本を送ってくれって言った一回きりで、今回が二回目で、それも何もなく、ただ承諾書とそれを送ってくれっていうだけなんですよね。で、その遺産分割協議書の中に財産目録もついてないんですね。全然何もついてないんです。まあ、ちょっとそんなやり方でハンコくれっていうのは、この種の話では乱暴な方に分類されるでしょうね。そうですよね。はい。こちらも何か、ちょっと態度取りかねますよね、それは。そうですよね。ええ。まあね、他の相続人になってる方々も皆さん承諾書出してないということですけれども。私の母親の兄弟4人は、まあ出さないでこうということを言ってるだけで、ええ、あと向こう側のとこの方のいる方はわからないです。ああ、はい。他にも、別のいとこの方っていないんですか？あ、何分高齢なもんで、ええ、亡くなった方の姉2人はまだ存命なんだそうです。ああ、はいはいはい。で、その後、兄弟はみんな亡くなってまして、ええ、で、その子供が、まあ今要するに存命なのが私の母親の兄弟4人と、ええ、その本家で当たる方4人かな6人だったかな、全部で12人らしいんです、あの名簿見ると。あ、はいはい、そのおばさんたち、あのご兄弟ですよね、亡くなった方の、はいはい、その方たちとは連絡がつくんですか？つかないです。あ、じゃあその方たちのご意向はわからないんですね。わからないです。あ、もう多分もうね90超えてると思うんで。あ、なるほどね。まあ少なくともね、内訳ぐらいは知らせてくれっていうことをまず一回はお手紙なりで。なってからっていうよりも、その相続人になってるっていうことを連絡来てからもう3ヶ月近く経つんで、例えばプラスでもマイナスでもそうなんですけど、3ヶ月経つとあれですよね、放棄もできなくなっちゃうんですよね。まあ、3ヶ月っていうのは相続放棄の時期のことを心配されてるんだなと思いましたけれども、はいはいはい、一応、亡くなったことを知った時から3ヶ月っていう法律の建前にはなってますけれども、運用上は、はい、相続財産があることが分かった時からということでね、特に借金があることが分かった時から3ヶ月をめどにしているようです。ああ、じゃあ別にそんなに、まあ、急いでっていうあれでもないわけですね。まあ、慌てる必要はないと思いますけどね。そこのところはね、勘違いしないでいただきたいんですけど、はい、遺産分割協議書ではね、はい、相続財産のすべてを、その、長男の人、いとこの長男の人、まあ、いとこの人からですね、はい、渡すっていう内容だけになってるんでしょ？そうです。はい。遺産分割協議書でね、借金を一人の人に集中することできませんので、はい、ああ、そうなんですか。はい、ええ。だからもし亡くなった方に借金があったのならば、ええ、もう自動的に相続人に法定相続に応じて、渡ってますのでね。あ、ということは借金がないということになる、ね、いや、それはわかりません。借金の請求が来てないというだけのことでしょ。ああ、なるほどね。はい。だからどこかに借金があって、貸してるところが相続人を全部調査してね、あなたのお母さんのところには何分の1払えって来るかもしれませんよ。はい、
そうですね。はい、それはね、この遺産分割協議書にサインしても来ます。ああ、なるほど。はい。放棄とはまた別ということなんですか。別です。放棄っていうのは全部なので、プラスのものももらえなくなりますけど、借金っていうのはね、お互いに話し合って、あの人が払うことになりましたっていうことでできないんです。ああ、なるほど。そんなことは認められていませんので、だから、借金は別ですよ。そこのところはね、間違わないでくださいね。ああ、なるほど。この遺産分割協議書はあくまでもプラスのものを、その長男の人にあげるっていうだけのことです。だから普通はね、マイナスのものがあるときには、長男が引き受けるものとするなんて、ちゃんと書いたりしますけど、でもそれによって、その債権者の方は拘束されませんから、債権者としては自由にお金もありそうな人のところにね、まあ、少なくとも、はい、ただ法定相続分以上はできないですけどね、こんなに十何人もいるとその割合に応じてしか請求できないですけど、それは来ることができちゃうのでね。ああ、なるほど、はい、分かりました。じゃあ、まあ、私というか母親はまあ意思疎通できても自分でどういうことできないんで、一応あれですかね、このままいとこの方には聞いてみたいと思いますけど、多分何も言わないと思うんですよね。うん。でも、何も言わないでね、遺産分割協議書のサインがないと、預貯金が例えば残ってるとかね。あるいはその、まあ不動産があるとかね。はい。なんかがあった時にそれ動かせないですからね。協議書がないと動かせないってことなんですか？全員一緒じゃないと動かせないので。なるほど。で、こんなにたくさん人がいるとね、非常に厄介な状態なので、このまま放置するつもりなのかどうかね。そうですよね。ええ。どうしていたらいいものでしょうかね。本当にね、ちゃんと処理しようと思ったら、調停か何かでね、一回話し合う場を設けるべきだと思うんですけど。だから。向こうが応じない場合ですね。うん。ただ、それをこっちが申し立てるべきなのかね、はい、その、長男の人の方から申し立てるべきなのか、それはちょっとどうなんだろうと思いますけど。だって、こっちが費用を出してね、申し立ててみて、蓋開けてみたら、こんな程度の話なのかっていうことだとすると、それ先に知らせてくれてれば反抗したのにみたいなことだったらバカバカしいでしょ。そうですね。だからそれはやりたい人が一番権利関係について強い意欲を持ってる人がやるべきなのでね。その長男の方からやるべきだと思いますけど、はい、まあそんな大ごとにならずに説明したら話がつくのであればね、目録の開示ぐらいするべきだと思いますけどね。それってあるもんですよね。いや、それは普通ですよ。だって、皆さんにだって。私の母親の弟から聞いたの。そういうことってあるんですかね。もちろんだからね、例えば、預金なんかだって、金額が中身がわからないとかね。それ、開示してくれないですから、全員の犯行なしにはとかね。そういう問題だろうと思いますけど、だけど、それだけの理由で全部俺にくれっていうのはちょっと話が大きすぎちゃっておかしいと思いますけどね。そうですよね。でも出しちゃったらもう、要は、遺産の権利はなくなっちゃうわけですね。なくなっちゃうわけですからね。ねえ。だから、ちょっと、どうしたもんかなと思ったんですけど、わかりました。はい。じゃあちょっと連絡取って、目録があるのか、ちょっと確認してみたいと思います。で、もしそれでね、そんなわからないうちにハンコって言われても無理なのでっていうことでね、みんなのあれをまとめる必要があるんだったら、もう調停かなんかでやりませんかとかね。あるいは、弁護士かなんかを入れて、調べられるところまで調べてもらってやるとか、なんかその素人っぽいことをやってると、あっちからもこっちからも不審な目で見られて進まないですよっていうことですよね。わかりました。はい、じゃあちょっとそこのところ聞いて確認して、連絡取ってみます。よろしいですか？はい、申し訳ありませんでした。はい。いろんなことの内容の事実を調べてからですね。はい。はい、どうも失礼します。はい、はい、どうもありがとうございました。失礼します。まず事実を調べる。そこから出発する。